て、これで駐車場置いていくか。ああもうお金がない、やば。お金がなかった。これ銀行はないんですよね。やばいやばい、資金を使いすぎた。即時現金がもらえるのはありがたいですね。まあ1000。メンテナンス料もそこまでかかってないんで、このままいっちゃおう。1万ぐらいか。ここら辺にもお店作っときたいですね。全部の収入を多くして、ああいいですね、一気に来た。こんな感じでどんどん来てもらって、お店も、ああいいですね。はいはい、かなり満足度高いお店も。ここにお店作りたいな、1個。ここら辺かな。1個お店置いて、ちょっと高めにしてもいいでしょう。で、エスカレーターも設置しちゃおう。こうかな。おー、すごい。レストラン、カジノ、駐車場の売り上げってことですよね。1万超えた。経験値もすごい入ってきてる。あと2日ぐらいでレベル10になるかな。いいですね、21000。メンテナンスも抑えられてる。もうちょっとしたらここら辺も駐車場拡大したいですね。お、レベルアップしましたね。ゲームルームがアンロックされた。はいはいはい。で、スキルもこれをやって、次、セキュリティガードが入れられる。ゲームルームか。やっぱここら辺、ホテルのとこ入れたいな。てか、ホテルがやばい。清掃が全く終わってない。どうなってんの、清掃は。ここに清掃のやつ、ここにも1個入れちゃうか。ホテルのここに置くか。エレベーターが使えないけど、なんとかいけるでしょ。この1個上の階にバーとか置いてみるか。で、やっで、バーですね。2万か。結構いい値段する。ここに置きましょうか。ここら辺でもいいけどな。まあいいや、ここに置いてみましょう。バー、ちょっと高級な感じにするか。まあいいか、このままで。9時からでいいでしょう。ゲームセンター28000。なかなかいい値段だな。売ってる？あー、バー来てますね。
そこそこ人が来てるな。このうわーバー混んでんな、いっぱいだ。これ単価上げよう。で時間も23時までやってもいいかも。ちょっとパーキング拡張しましょうか。これで2階分。こんぐらいかな。これで様子見てみよう。全然入りますね、駐車場。やっぱこっち側もエスカレーターあった方がいいかもしれないな。で、ここにゲームセンター置いちゃいましょう。はい。ここも高くてもいけそうだな。どんな感じになるかな。で、さらにここから上ホテルを追加していこう。あれ、ここダメになっちゃった？高いのか。結構人来ると思ったんですけどね。ちょっと安めにしてみるか。お、できたゲームセンター。結構深夜まで、10時から23時がいいですね。わあすごい利益。ゲームセンター、ああ来た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 。あれ、なんでだ、なんか一瞬で帰ってったな。なんか銀行かなんかないとお金が下ろすってないのか。お金がないの。ああようやくちょっと入ったけど全然お金落としてかないな。難しいな。お金がみんなないって書いてある。人は来るんですけどね。この上に銀行を作るか。売り上げは？まあそこそこな感じかな。ここ銀行にするか。銀行置いて、アイスクリーム屋さん。はい。まだいけるかな。高めにしとこう。9時から21時ぐらいまでで見てみるか。ちょっと赤字ですね。銀行できた。これでどうだろう、流れが良くなるといいんですけどね。まあそこそこ入ってきたな。やっぱ銀行置いたおかげか、こっち側がひどいな。アイスクリーム屋さん全然入ってない。あ、そういえばセキュリティが。いけますね。これ勝手にセキュリティ入ってくれるのかな。21,900。メンテナンス費用相当上がったでしょう。
トントンになっちゃったまた。ここも増やすか。で、はい、うん、地下駐車場はこんなところでいいでしょう。新しい施設、このカジノですね。これいけるんで、これここら辺置きたいですよね。監視カメラ両側に置いてやるか。これを置いて、一応厳重な警戒を。で、高めにして、ああいいですね。10時から23時か、9時から開いてみるか。おお、できた。来るかな人。お金がないって言って、全然やってくれない全然お金がないのかな。地下カジノ作ったんですけどね、人が来てくれない。